アマコ沢義平、マモルの漫画、落第忍者乱太郎から生まれ、人々から愛されている、テレビアニメ、忍玉乱太郎。2、忍月22、忍忍21、忍者の日に実施された、忍玉39年、劇場版2作品特別上映会のイベント内で、新作、劇場版、忍玉乱太郎、ドクタケ忍者大最強の軍師の12月公開が、発表された。物語は2013年に刊行された小説落第忍者乱太郎、ドクタケ忍者隊最強の軍師初の映像化となり、劇場アニメ化を待ち望む声も多かった屈指の人気エピソード。